いつもご視聴ありがとうございます。富士散歩過疎地ひろこの藤田です。今回私が来た町はこちらになります。秋田県の仙北市にやってきました。秋田県の仙北市、そんな町どこなんじゃと思う方いらっしゃると思うんですけども、ちょうど岩手県と秋田県の県境の市になりまして、山際の市、それが仙北市になります。また仙北市の役場から歩きでだいたい5分ぐらい、車の方だったら1分ぐらいで仙北市の中心となる駅がありまして、それが JR 田沢湖駅が仙北市の中心となる駅になります。 JR 田沢湖駅なんですけども、とても過疎地の駅とは思えないぐらい綺麗な駅でびっくりしました。しかし駅で綺麗にしても私富士山の目はごまかすことはできません。私富士山は様々な過疎地に行くことによって、様々な過疎地の中心となる駅の様子や役場の周辺の様子を見れば、その街でどのくらい生活することができるのかということが簡単に想像することができるようになりまして、田沢湖駅や仙北市役所の周辺にはレンタカーを借りることができるオリックスレンタカーや、全国的にも有名なチェーン店ドラッグストアのツルハドラッグや、グルメステーションと珍しい名前で書かれた食品を買うことが保証されたリフレや郵便局や銀行などもあり、仙北市の中心となる田沢湖駅や仙北市役所のあたりでは一通りの生活がすることが保証されているので安心しました。また田沢湖駅がなぜこんなに綺麗なのかというのは理由がありまして、これは小町と書いてあるわかりますが、こちらなんですけども、東京駅から秋田駅までつながる秋田新幹線が走っていまして、この田沢湖駅にも泊まるために綺麗な駅になっているそうです。秋田新幹線なんですけども、結構本数も多くて、朝の8時から夜の22時頃まで上下線で走っていまして、すごいです。1時間に1本ぐらい走ってます。田沢湖駅の中はすごい中も綺麗な施設になっていまして、8時半から夜の17時15分まで観光情報を知ることができる田沢湖観光情報センターや、 JR の駅といったらこれですね、キオスクなどもあります。朝の8時から夜の17時までピアノを弾くことができるピアノの場所や、朝の9時から午後の16時まで2階に上がることができる階段も上がることができて、2階に上がると森の遺跡の展示室や、田沢湖が撮影の舞台となった韓国ドラマアイリスの撮影の展示室もあります。今回は秋田県仙北市の魅力をこの底辺 YouTuber 藤さんが少しでも伝えられて後世に残せるように頑張っていきたいと思っていますが、今回ご視聴の方よろしくお願いします。じゃあ早速仙北市の方いろいろと見ていきたいと思います。行ってきます。田沢湖駅や仙北市役所のあたりから車でだいたい30分ぐらいでこちらです、角館に着きました。角館の見どころは何といってもこちらですね、武家屋敷と書いてありますね。江戸時代にできた城下町が見どころです。角館ができた年数なんですけども、歴史も古く1620年の江戸時代の頃に芦名氏によって作られた町、それが角館になります。さあ秋田県の角館は大変秋田県でも山際の町になりまして、冬の時期だと雪が2メートルぐらいも積もるという大変極寒な地帯になっているそうです。角館の駅の方面から歩きでだいたい10分ぐらいで、一番の見どころの武家屋敷の通りにやってきました。すぐ近くに説明板がありました。秋田県仙北市角館に書いています。歴史的環境を現在にしている角館の町は国の重要的建造物の保存地区に選ばれているそうです。1620年の江戸時代にできた町並みが現在400年経つ現在も当時の区画のまま残っているため、現在国指定の重要的建造物保存地区に選ばれているそうです。見どころは北側の武士、もともと侍さんでいたエリアや、南側の町民、もともと農家など商売などやっていた町民のエリアが見どころになります。角館の武家屋敷の通りは日本の道100選にも選ばれている道になります。そのため歩くだけでも大変雰囲気はいいですね。やっぱすごいですね、雰囲気も。当時の区画なので道幅もすごいですね。当時江戸時代もこんな広かったんですね。めちゃめちゃ広くて雰囲気はいいです。角館の武家屋敷は無料の施設と有料の施設がありまして、武家屋敷の通りを入ってすぐにある織田の家住宅は無料で見ることができるので、大変 YouTuber で資金が動かしている富士山にとっては大変ありがたい存在になっています。織田の家なんですけれども、佐竹氏、もともと佐竹氏は茨城県にいた一族なんですけども、秋田県に国が乗ってきて、それに伴って織田の家も来たんですけども、1900年の大火によって家は全て燃えてしまったんですけども、その後再建して現在見ることができるそうです。再建されても火事前の間取りなので雰囲気はとてもいいですね。いやー雰囲気とてもいいですよね。日本昔話の家みたいな雰囲気ですね。いやすごいですね、いいですね。織田の家大変おすすめです。雰囲気はとてもいいですね。無料で見ることできる武家屋敷は他にもありまして、岩橋家やメインとなる武家屋敷の通りの一歩裏側の松本家や旧石黒家は無料で見ることができます。この施設ばかり紹介してもあんまり良くないので、こちら観光案内所の方から大変おすすめしていただいた青柳家ですね、こちら500円で入ることができます。まっすぐ隣にある石黒家も大変見どころになるそうです。こちら400円で入ることができます。角館の町の中には食べられるお店も結構ありまして、こちらのお店のもろこし庵の方ではもろこし庵さんの中で撮らせていただくことがありました。ありがとうございます。すごい中もすごいお菓子いっぱいありますね。めちゃめちゃ多いですね。いろんな種類のもろこしありますね。もろこしなんですけれども、小豆の粉と砂糖を固めたお菓子になります。江戸時代にもすでにあったそうです。いろんな種類がありまして、生もろこしやこちらのもろこし庵ですね、そんで桜もろこしというクッキーのもろこしもあるみたいです。お茶前出していただくことができました。ありがとうございます。じゃあ早速もろこし食べたいと思います。こちら薄焼きもろこしになります。じゃあ早速薄焼きもろこしの方食べたいと思います。薄くて本当美味しそうですね。いただきます。口の中入れた瞬間すぐ溶けるのでめちゃめちゃ美味しいですね。雰囲気はボーロみたいな雰囲気です。口の中入れた瞬間溶ける。でも味はちゃんと砂糖の味もしっかりとしているので、ぜひぜひご興味ある方にいましたら角
角田で来られた方は諸越庵さんの方に寄ってはいかがですか。大変美味しいのでおすすめです。仙北市の中心の田沢湖駅や仙北市役所のあたりから車の方だったら20分ぐらいでこちらです。崖ヶ入渓谷にやってきました。いや、めちゃめちゃ綺麗ですよね。緑も綺麗で、あちらに見える橋なんですけども、神の岩橋という橋になるそうです。いやでも本当綺麗です。すぐ近くに説明板があって、ミシュラングリーンガイドというふうに書いてありますね。ミシュラングリーンガイドといったら、ミシュランといったら、まあグルメの方では皆さん知ってる方が多いと思うんですけども、グリーンガイドというのは多分観光地の方のミシュランみたいな感じですね。雰囲気はグリーンガイドに仙北市からは5つのエリアが選ばれていまして、この崖ヶ入渓谷も選ばれているそうです。星は1つだそうです。崖ヶ入渓谷の見どころは、なんといっても綺麗な川や様々な岩を見ることができるそうです。そして落差30メートルの見返りの滝などが見どころだそうです。一応もうこちらの方だと10台ぐらいしかないですけども、奥にはさらに広い駐車場がありまして、計50台ぐらい停めることができます。そしてトイレもあります。トイレはそこそこ綺麗でした。今私が今この現在地と書いてある崖ヶ入神社のところなんですけども、一番の見どころの見返りの滝までが約 1.5 キロで30分ぐらいかかるそうです。早速崖ヶ入渓谷の方行ってみたいと思います。神の岩橋からの上からは、いや水はまあ綺麗ってか、まあ緑っぽい色ですね。でもすごい綺麗ですね、やっぱり渓谷沿いなんで。いやーいいな、落ち着きますね。崖ヶ入渓谷行くまでの道は、ここめちゃめちゃ高くて、もう落ちたら一巻の終わりですね。道も結構ぬかるんでて、歩くのは結構大変ですね。やっぱスニーカーとか必要ですね。で、岩も結構ゴツゴツしていて、本当は多分ここ一枚の岩でくり抜かれて作られてたと思うんですけども、多分ここを整備するために全部こういう風に道作ったと思うんですけど、絶対大変だったと思いますね。でこちらですね。いやーすごいですよね。これも岩くり抜いたんですかね。絶対大変だったと思うんですけども、いやすごいですよ。ちょっとしたアドベンチャーですね。もうちょっとした冒険ですね。もう真っ暗ですよこれ。ライトは見えるんですけども、結構暗そうですね。やばい、何も見えないですね。暗い、ライトがないと無理です。崖ヶ入渓谷の入り口から歩きでだいたい30分ぐらいで三河の滝に着きました。ほんで三河の滝はこちらですね。いやーすごい大迫力ですね。これは道もこのように木でちゃんと作られていて、すごい良かったですね。歩きやすかったです。で、時折洞窟などもあって、ちょっとしたアドベンチャーなので、絶対小さいお子さんとかいる方だったら大変おすすめですね。崖ヶ入渓谷三河の滝来られる方なんですけども、時折クマなども出るそうなので気をつけてください。三河の滝なんですけども、崖ヶ入渓谷随一の名所と知られ、年間数多くの人たちに愛されているそうです。落差 30m の三河の滝は大変おすすめですので、ぜひ興味ある方いましたら来てみていかがですか。仙北市の中心の役場のあたりから車で大体30分ぐらい永遠に山道を登ってやってきました。こちらです。鶴の湯温泉にやってきました。鶴の湯温泉なんですけども、知ってる方いらっしゃると思うんですけども、大変人気な温泉地になりまして、テレビなんかでも取り上げられていて、よく皆さん想像するのは雪ですね。今回は夏に来たんですけども、冬の時期だと大変雪が積もるとても秘境の温泉地になりまして、年間数多くの秘境マニア、温泉マニアや秘境の温泉が好きな方に大変愛されている温泉地になります。すぐ近くに説明があって、鶴の湯温泉の由来が書いてあります。鶴の湯温泉はもともとは田沢の湯というふうに言われていたそうで、傷ついた鶴が一度癒していることから鶴の湯温泉に変わったそうです。皆さん、鶴の湯温泉本陣と書いてあるのに気づきますか。こちらの本陣の由来なんですけども、江戸時代の頃に大名などが宿泊する施設だったそうで、とてもそのために一般庶民の方など宿泊できることができない、とても敷居の高い温泉だったそうです。もしこの底辺 YouTuber 富士さんが江戸時代に存在したら、こんなところ一切鶴の湯温泉に足を入れることさえできなかったので、この現代に生まれて大変良かったと心から思いました。鶴の湯温泉は乳頭温泉郷の一つの施設でありまして、乳頭温泉郷は全部で7つの施設がありまして、それぞれ異なる源泉を持っているそうです。この鶴の湯温泉でも複数個の源泉を持っているそうです。乳頭温泉郷で最後の歴史を誇っているのがこの鶴の湯温泉になります。鶴の湯温泉に来られる方は日帰り入浴と宿泊する施設がございまして、日帰り入浴の方は朝の10時から午後の15時まで大人600円で入ることができます。される方は1名1泊2食付きで、高い部屋でも2万円ぐらい、安い部屋だと1万円前後に泊まれるそうです。一人で泊まられる方は別途料金がかかるそうです。気をつけてください。仙北市来られた方はぜひ鶴の湯温泉に来られてみてはいかがですか。乳頭温泉郷巡りや鶴の湯温泉も大変歴史があって風景があるので大変おすすめです。富士山は相変わらず何も考えなかったので営業時間に来れなかったんですけど、残念です。仙北市は大変温泉に巡られた町になりまして、他にもある温泉マニアの方には大変人気を誇っている温泉地がありまして、それがこちらになります。玉川温泉になります。玉川温泉が人気な理由なんですけども、それはなんといっても日本一酸性の強い温泉だからです。酸性の濃さを表す温泉指数の PH の指数なんですけども、玉川温泉はなんと 1.2 という驚異的なレベルだそうです。そのため温泉マニアの方から大変人気を誇っている温泉地になります。温泉に来られる方は日帰り温泉だと10時から15時まで、最終入浴は14時30分だそうです。玉川温泉は宿泊することもできますので、ぜひぜひ秋田県の仙北市に来られた方は温泉巡りをしてみてはいかがですか。大変おすすめです。仙北市の中心の田沢湖駅からだいたい車で30分ぐらいで着きました。こちらです。
田沢湖に着きました。田沢湖の見どころは何といってもこちらですね。辰湖像になります。田沢湖なんですけども、日本で19番目にでかい湖になりまして、何といってももう一つ見どころがありまして、それは何といっても水深の深さです。水深が423メートルというダントツで日本一という湖になりそうです。とても深い湖には思えないですね。辰湖像が建てられている理由なんですけども、辰湖という女性がいたんですけども、永遠の美貌、若さを求めて龍になってしまって、その龍がこの田沢湖に身を投げたためにこちらに建てられているそうです。とても残念な話ですね。田沢湖の景色を見たい方は他にもありまして、辰湖像のところから車で大体5分ぐらいの片前山森林公園からは、田沢湖展望台からは田沢湖を一望することができます。いや、ほんと綺麗ですね。山もほんと綺麗ですね。すごいほんと綺麗。ぜひぜひ田沢湖に来られる方は辰湖像や片前山森林公園の方に来てみてはいかがですか。田沢湖も一望できるのは大変おすすめです。今回は秋田県の仙北市が過疎地域指定だったんで来たんですけども、いやすごい良かったですね。魅力的な観光地も大変多く、角館の城下町の雰囲気も大変良かったですし、滝帰り渓谷もあんなにすごい渓谷だとは思わなかったです。とても整備をされていたので、お子様がいる家族の方だったら大変おすすめです。魅力的な温泉も大変多く、ニュートン温泉郷や玉川温泉などもとても魅力的な温泉も多く、そしてこちらですね。いやー綺麗ですよね。田沢湖ほんと綺麗ですよね。大変魅力的な観光地が大変多かったです。仙北市の中心の田沢湖駅や角館では秋田新幹線も止まるので、今後ますます人口など増えていったら大変いいですね。しかしその新幹線が止まる以外の駅だとちょっと境気になるなってふうに思いましたのが、それが不安です。しかし秋田県の仙北市には大変魅力的な観光地も多いので、このようにすごい綺麗ですね。こちらの田沢湖も大変魅力的な観光地も多いので、この富士山峰の動画を見て本当にいいなと思った方いましたら、ぜひまず観光に来ていただき、本当にいいなと思った方いましたら仙北市の方に移住などしていただけますと、私には大変嬉しくて爆発しますので、よろしくお願いします。今ご視聴していただきありがとうございます。これからも富士山峰の方では過疎地の旅行、観光、グルメなどの情報など発信したいと思っています。もし本当にいいなと思った方いましたら移住などしていただけますと大変富士山嬉しいので、よろしくお願いします。今回もご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。